どうもこんにちは、ハヤトです。どうもこんにちは、クルトンです。さあ、それではやっていきましょう。エビワラじゃんけん大会、イッキ。さあ、本日お集まりの皆様、よろしくお願いします。なんとですね、記念すべき第1回エビワラじゃんけん大会、ハヤトチャンネルのね、エビワラじゃんけん大会第1回参加者は2人です。テンション上がる。やっていきましょうか。はい、優勝者だよね。なんと、はい、敗者から牛丼が怒られます。やったね。牛丼、うん、月夜か吉牛か松屋かは勝者が選べます。なんと素晴らしい。中海っていう、特別に中海って牛丼 なのあれ、うどん屋じゃないの。中海選んでいいの。中海選んでいい。中海もほぼ牛丼じゃ。あ、そうなんだ。じゃあ中海にしよう。あ、中海好きなの。うん、中海好き。よし、中尾が待っている。中尾が待っている。この前ね、スイパラを奢っちゃったからね、間違えて。間違えてね。ミス、ミス、ミス。あの後、なぜか、御三家バトル2連勝したけど、何もかけてないっていうね。あ、それもミスしたからさ。今2回連続ミスしてる。どうする ?1 本マッチにする？それとも日本選手にする？あ、日本選手にしよっか。ちょっとね。ちょっとだって、30秒で終わるでしょ、剣が始まったら。可能性。うん。では、それでいこうか。よし、やっていこう。2回、先に2本目の勝利ウィンを取ったものが優勝。優勝。第1回エビワラじゃんけん大会。オッケーオッケーオッケー。やっていこうか。やっていこう。じゃあやっていきましょう。合言葉は8810。ハヤトでございます。ハヤトチャンネル。あるからいいよ。え、通信対戦だよね。ちょっと待って、久しぶりだ。そう、通信対戦のシングルバトル。じゃあ810ロー。あー、見つかれ見つかれ、対戦相手。エビワラじゃんけんやったことある？ないないない。あ、まだない。俺もないんだよね。あの、2ヶ月ぐらい前に、バンビーとクロコのチャンネル、なんて言ったっけ？あー、キョッポケ。はい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 、キョッポケチャンネルで見て、お、すげーってなってた。あれー、めっちゃ楽しそうよな。見てる分には超楽しそう。楽しそう。誰が優勝したんだっけ？クロコさん？え、これちょっとそれは覚えてないわ。エビワラが殴り合ってるしか覚えてない。ちゃんと見とかないとさ。なんだろうさ、ハヤトチャンネルのネタは8割はあの3人から来てるんだからさ。そうだね。残り2割はインゲン。我々リサイクル業者だからね。そう。同じことをやっていくから。そう。さあ、それでは対戦の方へ、ゴー。さあ、それではエビワラじゃんけん大会。第1回のね、優勝者を決める決勝戦でございます。初めからクライマックス。いや、もうそれはね、ここまでにはね、山あり谷回りで、おーおー、そうだよな、熱い激闘が繰り広げられてた。ポケモンの数、あ、だから制限なしでやればいいのか。同じ、今回、考案者の休暇さんという方のレンタルパを借りてお借りしております。さあ、まずはね、ドジャンケンってね。ドジャンケン極まってんな。ドジャンケンってどういう意味？え、あれじゃないの、あのハンターハンターのジャジャンケンから取ってきたじゃない。なんて、どうなの、わかんない。じゃあ、あの文字数が入りきらなかったっけ。ジャジャン、よし、まあ、なんでもいいね。まあいいか。ちょっと待って、ちょっと選出悩むな、これは。悩む選出悩む。本当に、あ、俺の色違いだ。嘘、俺の違う。やったね。じゃあ俺の勝ちだ。負けた。やった、俺の色違いだ。いいなぁ。これは嬉しい。さあ、今回ね、クルトン君には内緒で、HB タスキにしております。カウンターを覚えさせております。何だよ。何だよ。一人だけずる。やっていこうか。やっていこうかって言いたいんだけど、私少し遅れております。ラグが出ております。さあ、それでは対戦相手のクルトン君。対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、パニツーラ、そう、忘れた。相手の裏次第、タクだな、これ。完全にタク。もう本当に悩んでおります、これは。どうしようかなー。どう変わる、変わんない、タイプ1だから。あ、格闘だ。リーパーみたいな色してる。リーパー、リーパー、何リーパー。マインクラフト知らない。どうした？え、決めた？決めた。三択だから。じゃあこれだ。今回は二丁選手でいいの？そう。日本選手。日本選手。あ、俺手足乗せた。やべやべ。もう手出す。ダメージ1.5倍。1.5倍じゃなくて。あー、よかったー。よかったー。ということは
プレス直し。うわあ、集中力途切れてしまった。くしょー。こっからよ。こっから。こっから。それてか、そうだね。なんで俺テラスなかったんだ。絶妙に火力がないからね。そうそうそう、火力もないし、体力もない。何にもない。何にもない。何にするために生まれてきたと思う。とにかくね。大主先生か。あ、マッパー対決ってことか。そう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 。あ、そうか、アイコだと、そうかそうか。なるほどね。うんうん。よし、これが最終戦になりそうじゃないか。これが最終戦。参りましょう。これだ。おっとっとー。おっとー。マッパ？マッパ。おーし。おーし。おーし。一撃で決めたすぎだろ。一撃で決めたすぎだろ。いや、何言っても結局一緒だからさ。まあまあね、まあね、そう、結局3分の1だから。よーし、まずは1勝目。これでクルトン優勝に王手ですね。王手、完全に王手。おもろ。結構面白いよこれ。楽しい、楽しい。なんか本当に普段のポケモンと違って、ね、なんかタクもクソもないじゃん。タクって言ってはいるけど、そうそうだね、サイコロで選んでいいし。鉛筆転がすみたいなね。そうそうそう、分かんない時は。さあ、ルールを変えずにもう一戦。さあ、それでは2回戦目やっていきましょう。今回の私が使うポケモンはこちら。ポケモン紹介をするさ、さあ本日はね、エビワラ使っていきたいと思います。また構成ですが、こんな感じ。気合パンチ、マッハパンチ、早手返し。あと1個の技は何でもいいです。跳ねるでもいい。まあそうですね。僕はまあそうだね。これさ、概要欄にあの、キューカさんのあの、ブログかなんか貼っといて。オッケー。で、URL 送ります。私がね、拾ってきたから。うんうん。お借りしてるからね。そう、お借りしております。さあ、それでは、クルトンくん、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、前回王者クルトン、あ、第1回大会だった。いいなぁ。え、ってことは俺の方色違うってことか。お、知らなかったわ。よし、じゃあやっていこうか。やっていきましょう。今回はこれでどうだ。俺はこれだ。まだテラスの忘れてた。うん、え、初歩テラスってやってね、マッハパンチの確定値なんか変わりそうだった。多分だけど。なるほどな、完全にやられたわ。頼む頼む頼む。これでもさ、同じの選んだ時同速じゃんけんだって。あ、やべ、終わった。やべ、終わった。ちょっと、スイパラにしときゃよかったー。ちょっとごめん。もう一回、泣きもう一回やらせてください。この通り。お願いします。しょうがない。あまりにも、しょうもない。爆笑テラスするんだって。ゲイパンチ打たないじゃん。いや、打つだろ。打つだろ。じゃあ、ゲイパンチ確定だからさ。え、テラスしなくても確定。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。ちなみに、確かマッハパンチも確定3発のままだから。え、じゃあテラスいらないじゃん、本当に。あ、早めにプロの時で確定2発になるか。威力がちょっと高いな。手返しも確定2発のままだ。本当に言ってる？テラスいらないじゃん。多分いいね。まぁ、ちょっと、一応しとくけど。急所があるから。あ、そく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 。一応するけど。よし、泣きの3戦目ね。泣きの3戦目。こっから俺が3連勝する。いや、それは無理だよ。それは無理。それは無理だよ。海技じゃんけん界の優だからね。クルトン君、対戦よろしくお願いします。お願いします。さあ、海技じゃんけん界の優。はい、僕も。エキシビジョンマッチ。これ、ツイッターで募集した方がいいんじゃないの？海技じゃんけん勝ってるやつおる？くだらねえ。よし、行こうか。よし、行こう。さあ、まずは、あ、先手っぽいな。これ。え、これ、優先度関係あるの？先に照らすといけないって。同じ技を選んだ場合に、こっちの方が多分早い。あ、そうなんだ。先に、同速の場合はね。わかんないけど。もし知らなかったわ。ってことは？ということは？ちょっとなんか、シャンケン勝ってる可能性ある。では、何を選んでいる？ということは？同じ技打ってる可能性あるからね、2人とも。その可能性もある。
勝ってる可能性もある。負けてる可能性もある。まずはね、まずはね、はいはい、もうじゃんけん、まあ変わんないね。次が大事だと思う。次が大事。あ、本当に変わんないじゃんね。まあでもこれ急所があれば、まあ、かそうね、確定に発する。急所あったらその辺にやり直したの。よくよく考えたけど。あ、確かに。いやー、確定。あ、変わんのかな、わかんない、ちょっとよくわかんない。何数っぽくない？とりあえずなんかテラスは来た方が良さそう。いや、まあそうなんだけどさ。まあまあ。むず。これ、クルトンさんに教えをこいたい。考えるな。感じろ。マジで？あー、決まった。決まった。え、体力で、体力で。はいね。うわー。マッパ？マッパ。よし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 。完全勝利だね。お互い早手返しだと、そうか。早手か。道徳じゃんけんだから。なるほどな。でもね、早手返しを見て、うわーって言ったってことは、マッパ打ってたんですよね。まあ、あ、そうなのってなるもんね。うん、はい、それでは、クルトン君、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。まあね。面白いね。楽しかった。楽しかった。楽しかった。マジで、エビワラじゃんけん、まあ、泣きの一回でどうにか、カンニングして勝つことができましたが。見てたの見てたの最低だろ。見えないだろ、この角度。うん、見えないだろ、ね。いやー、あれでもちょっと早手返しがリスク多くない？今一緒だよ。全部一緒？だって全部、丸だったら勝ちだし、罰だったら負けになってるから。え、でもだって気合パンチだけ通したとき一発勝ちでしょ、うん、マッハパンチは、マッハパンチと早手返しは通しても勝ちじゃないけど。なんか、ま、そう考えると、なんか、早手返しが一番弱くない？唯一の負け筋。え、だから、初手、あれ、気合パンチが、だから要は一番強いってことでしょ？そう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 。でも、それって、安定卓がマッパなのよ。君も最初、マッパ3発打ってきたけど。あ、まあそうだね。それに対して早手返しが強いっていう、結局メタが生まれるから。ああ、まあ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 。どこまでやったところで、もちろん気合パンチが通れば勝ちっていう強さはあるんだけど。はい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 。まあ、ちょっと、むずいよね。そうだね、そうだね。まあ、確かに確かに。だから、むしろ、ダメージ食らった時の気合パンチが俺は強いと思って、初戦それにしたのよ。初戦。はい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 。そこで、ま、気合パンチは打ってこないっていう。うん。うん。角を選択させたかったんだ、させ合いたか、し合いたかったんだけど、はい。クルト君そこまで達してなかったから。なんか、ただ A ボタン連打してるだけだったから。違う。じゃんけんにすらならなかった。違う。ちゃんとね。あの、その間に宇宙が誕生ぐらいの思考が、誕生するぐらいの思考があった。さあ、それでは本日。あ、ちょっと失礼しました。はい。クルトン君がね、なんか、深い話をしてるので、うん、まずそこはカットしておきます。え ?2 時間ぐらい、ちょっと今ね、話聞いてきましたが。編集者僕なんで、裁量は僕にありますね。ありがとうございます。これ、でも、面白いね。ツイッターで募集する。まあ、僕は、エビワラじゃんけん大会開いちゃおうか。ね。我々もこのブームに乗って、ね、ブームってほど流行ってはいないけど、まあそうだね、まあ、流行らせるもんよこれは。そうか、うん、マジでツイッターでマジで募集してよ、クルトンに勝てるやつ、日本選手で同じ今のレギュレーションで、うんうんうん、泣きの一回なし、はいはいはい、単純に日本選手でクルトンに勝てるやつ、まあいないよね。いないだろうね。だって今のところ無敗で勝率 100%、 うん、強い。おう、うん、ってなわけでね、僕と対戦をしたいよっていう、まあ、敗北希望の皆様はね、コメントでも、ツイッターでも、僕に、メッセージをください。いつも対戦受け付けます。さあ、それでは本日の動画はこの辺で、チャンネル登録、グッドボタン、コメントを、よろしく。それでは、See you!